それでは会見を始めさせていただきます。まずはじめに東北放送代表取締役社長一力敦彦からご挨拶申し上げます。はい、東北放送の一力でございます。本日は TBC テレビ60周年記念ドラマ小さな神たちの祭りの制作発表にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今申しました通り、私ども東北放送のテレビが始まって今年60年の節目でございます。その間ドラマも過去何度か作ってはきてまいりましたが、このドラマにつきましては当社として22年ぶりのドラマの制作ということでございます。2011年の東日本大震災発災以来、私どもはラジオとテレビを通じまして、さまざまな情報を発信してまいりました。で、今回はドラマでその震災をテーマにして、皆様に届けようということで、仙台にも大変ゆかりのございます東北大学の修士課程を修了されていらっしゃいます内館真紀子先生に本をお願いしましたところ、すぐにやってくださるというご返事を頂戴しまして、今日になった次第でございます。こちらに今日5人の出演者の方もお揃い参加いただいておりますけれども、宮城県の出身、あるいはお隣岩手の出身の俳優さん女優さんにも今回参加をしていただいているということで、そういった意味では本当に地元に密着しているというドラマになるんではないかなというふうに思っております。このドラマは秋の文化庁芸術祭にも参加する予定でございます。なるべく多くの皆様にこのドラマを見ていただきますことを記念申し上げまして挨拶といたします。本日ありがとうございました。それでは出席者から一言ずついただきます。はじめに脚本を書いてくださいました内館真紀子先生からドラマへの思いと見どころをお願いいたします。本日はたくさんお集まりいただいて本当にありがとうございます。このドラマのお話をいただいたときは震災にちなむものっていうたった一点だけの縛りでした。それで私は母が秋田で父が盛岡 で私自身は仙台の東北大に通っておりましたので、もうこれはぜひ書きたいと、で東北大東北放送でなければできないんじゃないかって思いがすごく強烈にありました。ただ一番心配だったのはとにかく荒唐無稽な話なんです。であまりに荒唐無稽な話でプロデューサーや監督が OK してくれるだろうかっていうのは非常に心配だったんですね。でその話をしましたら立ちどころに皆さん乗って OK してくれまして、で順調に動き出してで本を作りました。私はですね、私の周りにもたくさん震災で亡くなった人たちがいるんですけれども、なんかみんなどこかで生きてるような気がするんですよね。でそれはこっちからは見えないんですけれども、どっかでみんな生きて楽しくやってるかもしれないっていう思いがずっとあったんです。でそれはもう本当に荒唐無稽だって分かっているんですけれども、なんかどっかで生きていて、でこっちの世で生きている人たちはそんなことありえないと思っているだろうけど、俺たち結構楽しく元気にやってるよっていうあっちの世とのこう交換をかけないだろうかって思いました。それでそういう話を書きました。でご覧の通りこんなにすごいいいキャスティングに恵まれまして、本当に書いたものとしてもとても幸せに思います。で私自身は東北大に行ってる時にとにかく仙台大好きで、だ半分仙台人みたいな気持ちでいましたので、これを書く上でも土地感がすごくあったっていうことは大変に大きいことでした。でぜひ多くの人に見ていただきたいと願っております。ありがとうございます。次に主人公の谷川明役の千葉雄大さんです。
谷川明を演じます千葉雄大です。予想以上に厳かな雰囲気でちょっと緊張しております。そして皆さん大丈夫ですか。すみません、皆さん大変お待たせしました。こちら の素敵なキャストの方々と一生懸命頑張って撮影しておりますので、ちょっとご容赦ください。すみません、僕はすごい宮城県出身で、この脚本をいただいた時に本当に素敵だなと思って、先ほども VTR で申し上げて偉そうに申し上げてしまったんですけど、これは誰にも取られたくないなと思って、すごく思い入れのある作品です。内田さんがさっきなんていうか子供向けのお話のあるっていうのをおっしゃってたんですけど、その一種のファンタジーのような部分がその物語として本当にスッと入ってきて、心温まるお話だと思うので、本当に多くの方々に見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして谷川明の恋人、岡本美優役の土村佳穂さんです。はい、岡本美優を演じさせていただきます、土村佳穂です。私は、9月の1日から撮影に参加させていただいて、とても、すごく現場が一つになって、なんか一つの作品を作っていく、この空気がすごくいいなと思いながら今撮影に参加させていただいてます。それで、まあ、なんですかね、すいません、吹っ飛んでしまいました。なんだっけな、ゆっくりでいいよ。いい声。神父さん、ありがとうございます。この物語の中に前に進むことと風化は違うっていう言葉が出てきていて、それを読んだ時に私は、あ、自分自身はどっちなんだろうって思って、でこの作品に参加することによって、何か自分もあの頃の自分にまた思いを馳せるきっかけにもなっているので、ぜひこのドラマを見てくださる方にも、もう一度あの頃に思いを馳せるきっかけになってくれればいいなと思いますし、少しでも多くの方の心に届く作品にきっとなると思うので、ぜひよろしくお願いします。谷川明の父の友人、伊藤源次役の吉岡秀隆さんです。ご挨拶と、このドラマへの思いやご自身の役柄について、お思いになっているところをお話しいただければと思います。僕だけだ。僕だけなんかちょっと3つぐらいご挨拶だけじゃ なくて、いろいろ。あ、そうですか。ぜひ。あ、びっくりした。急に。あ、そうですか。どうしようかな。すいません、僕も吹っ飛んでしまいました、ね。ゆっくりでいいですか。そうですね、本当に内田先生の本が本当に素晴らしくて、もうなんていうか、こう僕自身こう生きる勇気をいただくようなこうセリフがもう本当に宝箱のようにこう散りばめられてあって、こうなんか、まあ震災から8年経ったからこそこう生まれるドラマなんだろうなという気がして、あの建物だとか本当にこうどん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 復興してきれいになってはいくけれど、やっぱりあの心がどっか置いてきぼりになっている人もいるのかもしれないというふうに思った時に、こう心がかき乱されそうな時にこう先生の本を読んだら、もう何とも言えない気持ちになりまして、これは本当に早く映像になって、少しでも多くの人がに見てもらって、なんか少しでもこう未来につながって、生きてていいんだなっていうか、生きててよかったなっていうような瞬間が訪れれば、なんかみんなにとって幸せな作品になるんじゃないかなという気がしております。よろしくお願いします。もういいですか。すいません。ありがとうございます。そしてサンドウィッチマンのお二人です。はい、よろしくお願いします。
我々は今日、撮影入りまして今日終わったんですけどそうですね、非常にキーとなる、役柄だと言い聞かして、今日撮影に臨んだわけですけども、本当に東高層さんと我々はズブズブの関係でして悪い時に言う使うあれだ本当にね、関係性がすごく、まあ、間違いではない、ズブズブなわけで、TBC さんで番組もやってますし、そんな中でこういう本当に内田さんの本がですね本当に良くて、僕も台本読んで涙 しましたし、あ、こういうドラマに出させていただけるんだっていうのはすごく光栄でしてですね、ずっとこう被災地沿岸地区に住んでる方の気持ちになったような、内容なんですよね。家族を全員亡くした青年のお話でして、僕の友達でもそういう境遇の人がいましてですね、ああそういうふうに今もう確かにこういうふうに思ってるんだろうな、8年過ぎてこういうふうに確かに思ってるだろうなっていう、そういう人たちが見てなんかこう前を向けるきっかけになれるような、素晴らしいドラマだと思います。これはぜひですね全国で、見ていただきたいドラマだなと改めて思いましたね。はい、じゃあ富澤。ちょっと吹っ飛んでしまいましたけど、そうですね、本当に早すぎるだろうお前主人公のアキラが、アキラの境遇だったり感情だったりに近い人って結構いると思うんですよね。だからそういう気持ちのある人がいるんだっていうのは本当に全国の人に知ってほしいなって思いましたね。僕ら あの出番について本当にちょっとなんですけどもその役作りがね固まる前に撮影は終わってしまったのでちょっと何とも言えないですけど、まあぜひキーとなる部分に出てると思うんでちょっと邪魔してしまってる可能性があるので、それだけが本当に内田先生にですね、もしかしたら邪魔してる可能性があるんですよやってて思ったんですごく、まあ、それはもう皆さん見て判断していただいて、最悪本当にもうなくてもいいぐらいのねオールカット、僕らのシーンカットみたいな可能性受け入れます全然、ね、ただ存在感は抜群にあったありましたね、はい、そこもね注目してほしいなと思います。はい、はい、藤田さんどうぞ。ありがとうございます。ご出演の皆様から一言ずついただきました。それでは記者の皆様から内館牧子先生とドラマに出演する皆様へのご質問をお願いしたいと思います。ドラマの制作などに関するご質問は会見終了後担当者が個別にお受けしますので後ほどお願いいたします。ご質問のある方は手を挙げていただいて、ご質問の際には会社名を言っていただいてからご質問ということでよろしくお願いいたします。それでは、質問のある方どうぞお手を挙げて、ご質問ください。あれ指名してください。はい、それではあ、すいません、はい、今マイクを持ってまいりますのでよろしくお願いいたします。読売新聞の川床です。よろしくお願いいたします。すいません、内館さんと、主演の千葉雄大さんにお聞きしたいんですけれども、8年という震災が8年というこの時期にこういったドラマを作る意義、演じる意義みたいに皆さんに伝えたいものというのがあれば教えていただきたいんですけども、やっぱり東京にいて感じるのはどんどん震災が風化してるなっていうことだったんです。で、仙台に来てもやっぱり沿岸部と、こういう内陸だとそこにも差があるなと。で、私はそこを隠さずに書いた方がいいと思ったんですね。ですから震災が風化しちゃった人たちというのも出てもらってます。それでゆくゆくっていうかドラマが進むと同時にやっぱりこれは風化させちゃいけないことなんだっていうことを説教臭くなく声高に言わずに分かってもらう方法はないだろうかっていうことでかなり考えました。で一つだけ申し上げておきたいのはサンドウィッチマンのお二人はセリフがなくて目立つ役にしてますありがとうございます。ありがとうございます。助かります。はい、それでは千葉さんお願いします。そうです、震災については
宮城県出身ということもあってすごく聞いていただくことは多いんですけれども、なんかいつもうまく言葉にできないことだったりとか、あとは僕自身震災の時は東京にいたので実際に体験をしておりませんで、本当にその人たちの気持ちが分かるかと思って、なんか偉そうなことを言えないなってずっとこう、まあ自分の思いみたいなものを蓋していた部分はあるんですけど、そういった部分を言葉ではなく今回なんかお芝居でなんか出せるっていう場所をいただけてすごく光栄だなと思いますし、その8年っていうのはなんか個人的にはあんまりそういう年月っていうのはなんか本当に関係ないというか、そのいつまでも残るものだと思うし、なんだろう、僕自身の話ではありますけど、なんか、忘れないようにしようって思わずともなんかずっと残っているものなので、なんかこういう思いみたいなものをなんか宮城県を発信になんか全国の方にもなんか知っていただきたいなっていうきっかけにはなれたらいいなと思います。共同通信の犬間と申します。内館さんと千葉さんに質問です、まず千葉さんに震災の時東京にいらっしゃったということなんですけども、何て言うんでしょう、そこで震災があってどんなふうに感じ、その時どう感じられていたかとか、ご家族とどのように連絡取られたかとか、少し詳しく教えてください。で、その上で今回の主人公や物語にこう共感する部分も、難しい部分もあれば教えてください。また内館さんにこのタイトルに込めた思いっていうところ、この小さな神たち、その小さなというのも神たちっていうのも祭りっていうのもどういうふうにイメージされたのか教えてください。震災の時は東京で仕事をしてまして、まあそのやっぱり直後は家族と連絡が取れなかったのですごく心配でしたし、取れてからも実際にすぐ行けたわけではないので、でもそんな中で自分が思ったのは、今目の前にあるやらなきゃいけないことをやることしかできないから、そこを一生懸命にやろうっていう思いではありましたし、なんか直接還元できることもあるけど、こう間接的というか、なんか形のないものでもこう還元できるものはあると思うので、そういった部分っていうのはになっていきたいなとも思いますし、そうですね、なんかいろんな考え方があっていいと思うんですけど、今回のドラマにもその震災に関しての思いっていうのはみんな違うところもあったりして、なのでどれを否定するのも違うと思うんですけど、なんか自分の家族だったりとかそういうところっていうのはやっぱりなくしてから気づいたりすることもあったりすると思うので、そういうところは今自分が置かれているその当たり前の環境っていうのはすごく幸せなんだなっていうのを改めて感じました。タイトルですけれども、私はほとんど本を書き出すか書き出さないかっていう時にもうこのタイトルは頭の中にありました。それでどんなところから生まれたのかっていうことをここでバラしてしまうと見ていただけなくなりますから、詳しくは申し上げられないんですけれども、子どもたちもたくさん出てきます。それで子どもたちもたくさん出てきて、一種の祭りですね、そういった状況がこの世ではないところで起きていた。じゃあ明るい話です。ですから、小さな神たちの祭りっていうタイトルを自分ですぐ頭に浮かびまして、まあ我ながらいいタイトルだなと思いました。本当に多くの方たちが最後までご覧になると、あ、これでねっていうことが分かるんじゃないかと思います。座ったまま失礼します。東北放送の佐々木と申します。さっきの流れがあるんで吉岡秀隆さんに役作りについてちょっと突っ込んだ質問させていただきたいんですけれども、
役作り僕も一日で終わっちゃった。まあそうですね、こう役作りもう本当に迷ったんですけど、でもやっぱり千葉くんがこうどういう悲しみを背負ってくるだろうっていう部分と、僕は牧田スポーツさん演じるそのお父さんと親友だっていうところで、なんていうか彼が生まれた時からずっと見守っていたとか、それと同時にこう演出家の方とかスタッフの方が源さん の履歴書みたいなものをずっと作ってくださったりとか、あといちご農家さんがどうやって復活していったかっていう資料を随分くださったので、そういうものを読みながら実際にこう源さんが見たであろう震災の風景みたいなものが僕の中でもこうだん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 想像して いったと同時に、あとはなんていうか千葉くん演じるアキラの悲しみみたいなものをこう受け止めながら演じれば源さんになれるのかなとは思って出ましたけど、ただなんていうかこうやっぱりロケなので本当にオールロケで現地でやってますから、そこのライブ感みたいなものは生っていうか空気感みたいなのはすごい大事にしたいなとは思ってたので、そこはある程度はこうアキラ演じる千葉くんのお芝居に任せようとはずっと思ってはいましたけど、はい、ちょっとでも本当にお芝居しながらも源さんを演じないといけないんですけれど、本当になんていうかアキラの悲しみみたいなものを千葉くんがものすごいこう背負って演じてるのがものすごいこうなんていうか胸に迫ってしまって、ついついこう源さんじゃなく吉岡が泣きそう出てきそうになったりとか、そこを抑えるのがとても大変だったかなと思いますけど、とても千葉くんは素晴らしかったです。はい、どうもありがとうございました。頭で失礼します。ママパレという子育て世代向けのフリーペーパーを出しております北斗コーポレーションと申します。土村様にお伺いしたいんですけれども、震災当日は帰省される新幹線の中で被災されたとお話をお伺いしました。はい、ですから千葉さんも先ほどこの役は捉えたくないとおっしゃってましたけれども、土村様としてこの役にかけるお気持ちをお聞かせください。あと役としてはあれ保育士さんのお役そうですね、はいはい、その私どもの媒体の関係もあるんですけれども、私らがすごく大事だなと思うことは次の世代の命をどう守るかっていうことをすごい考えて雑誌作ってるんですけども、まだちょっとお若いんですけども、そういう次の世代にどう伝えていくかということをお考えありましたら教えてください。おお、はいそうですね、美優という役はその監督からも最初のお話で伺っていたのは、とにかくよく笑ってよく食べてとにかく明るい子だっていうことを言われていたので、アキラに寄り添って支えていくというよりは、そのミユの持つ明るさとかそういう元気な部分を精一杯出すことで自然とそのアキラが引っ張られていくっていう関係性を意識した方がいいんだろうなと思って、今それを実施しているところですそれでそうですね、あ、何でしたっけ、すみません、子育て、あ、そうですね、次の世代に、次の世代にですね、なんか私がよく、前の世代とかそういうのって歴史の教科書だったりとか学校で起こったこと、なんか教科書で何かこう昔起こったこととかを読むぐらいしか頭の中には入っていないんですけど、今回その震災って本当にたくさんの人が経験していますし、その経験した人が実際に経験していない世代へ語るっていうことはすごく、文字で
受け取るよりも、もっとこうちゃんと自分の中に入ってくるんじゃないかなって思うので、なんか体験した人がそのしまい込んだりしてしまう人ももちろんいると思うんですけど、でもその中でも伝えることができる人はぜひ、伝えて、直接っていうんですかね、言葉で伝えていけるようになっていったらいいなと思います、少しずつでも。はい、ありがとうございました。政教新聞の宮本と申します。サンドウィッチマンさん、今日で本当に収録終了だったんですか？ええ、今日は午後から入りまして、午後終わりましたね何を疑ってるんでしょうすみません。で、他の皆さんとは共演シーンを撮られたんでしょうか？そうですね、皆さん一緒でしたよ。でそのサンドウィッチマンさんが、まあ、ご自身ではちょっとなんかこのドラマのテイストから異質な感じみたいなことをおっしゃってたんですが、はいはい、千葉さんとあと土村さんから見て、そのサンドウィッチマンさんがこう現場に撮影参加されて、まあ、どんな印象だったのかとか、あと何か、まあ、今日一日だけなのでちょっと難しいかもしれないんですけど、なんか印象的なエピソード等があれば教えていただきたいんですけど。皆さんに僕らのことを。そうです、はい、でもう全然でもずるいなって思いました。撮影ってこう何回もこう同じことを繰り返して撮影する機会もあって、でもなんか毎回違う感じでやってらっしゃってごめんね、目とか目合わせたくないなって思うお芝居でしたこれ言い方難しいけどなんか邪魔だった。邪魔じゃないです。でも本当になんかもうテンション的にはもうずっと一緒に撮影してきたんじゃないかなっていうぐらいの溶け込みようでしたしつこかったのかね。本当に全身汗だくになるほど笑わせていただいてなんかでもこの作品でこういうシーンがあるってとっても素敵だなって思いましたし、ぜひ早く見てほしいなって思いました。福岡さんもいかがですか？もう二度と嫌ですちょっとなんでなんですか？吉岡さんお願いしますよ。そういうのが記事になるんですよ。あまりにも本当に素晴らしくて、毎回毎回違うお芝居というか違うところからなんていうんですか、それに対するリアクションを取りますって言われても僕も困るんですよねその僕それはどっちで、その本当にそれは見てもらえれば分かると思うんですけれど、本当にやっぱり すごいんだなと思いましたけど、はい、同じ演技が2回できないそうだから編集が大変だと思いますね。実際お二人は、はい、もう芸人としてのもうそのままで出そうと思われたのか、はい、その俳優としてっていう部分を意識されて演技されたのか。いやそれはもう俳優として数日前からこれはもう心入れ替えてね役者として来てますんで、はい、富澤さんももちろんですはい、ありがとうございます。はい、情報知り楽の武蔵と申します。内館様にお尋ねしたいんですけれども、実際に撮影されている現場っていうのはご覧になられたんでしょうか？そこでお感じになったことっていうのを何か教えていただけますか？実は私、撮影が始まった頃に不整脈が出まして、心臓だけは強いと思ってたんですけど実は弱かったんですね。それで入院したりして撮影現場にまだ全然行けないんです。ただ仙台は土地勘がありましたし、で書きながら仙台の中のことをずっと頭の中でありましたので、書く上では何の問題もなかったんです。でこのすごいキャストを聞いた時に、これはやっぱりとにかく見に行かねばと。でおそらく脚本を超えた芝居になってるんじゃないかなという、すごく今楽しみなところです。
あの皆さんのお話を聞けば聞くほどもう待ちきれないという早く見たいというあの思いに皆さんあのなってらっしゃるかと思いますが、11月20日水曜日の午後8時から9時54分の放送でございます。 TBC テレビ60周年記念ドラマ小さな神たちのお祭り、それではこれで記者会見を終了させていただきます。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。